ダイモン教授はあの場所に立っているだけで何も調べないの？動けよ。ダイモン教授にヌーの情報を伝えよう。ダイモン教授は一体、どちらに？あ、ここ？もしや。あ、そこにおるやん。さっきの会話聞こえとったやろ。あら、気まぐれゲートに関係しそうなミステリーの情報が見つかったの？ダイモン教授と魔人の部屋。ダイモン教授と共に魔人の部屋の都市伝説を調査することに。ノースピスタ地区で情報を集めて、このミステリーを解決しよう。いけます。なんかあれやね、ハリーポッター、みたいな。うん、魔人の部屋って噂があるみたいなんだけど。真夜中に一人で歩いてると、音楽が響いてくることがあるんだって。その音楽に導かれるように歩いていくと、光を放つ不思議な入り口が現れて、気がつくと一つ目の魔人がいる部屋に迷い込んで出られなくなっちゃうんだって。へえ、面白そうな噂だな。この光を放つ入り口って、気まぐれゲートに関係あるんじゃない？そう、やっぱりね。何がやっぱり？その噂は聞いたことがあるわ。私もそれが怪しいと思っていたの。え、調査は？だったら最初からそれを調べればよかったんじゃ。よね。私が聞いた噂では入り口に関しては触れられていなかったから、確証は持てなかったの。お手柄よ、ケイタ君。この噂がそうなら話は早いわ。私の調査によると、この辺りの釣り人たちが噂の出所みたいなのよ。それは手がかりになりそうな情報でびすね。ダイモン教授と魔人の部屋。手がかり、噂の出所を、掴んだ。なら、釣りをしてる奴らに話を聞いてみればいいんだな。ということは、また、あの、ブラックバス釣った場所まで戻るってことかな。ええ、お願いね。お願いねって。聞き込みは私たちなんでですね。ダイモン教授は一体何を？仕方ないよ、ダイモン教授だもん。早速行こうぜ。おー。ダイモン教授と魔人の部屋発生。クエストメニューを確認しよう。じゃ、これをそのままナビします。ノースピスタの釣り人から話を聞こう。地区はここで合ってる。お、なんか、二つも矢印が出ているけれど。一人一人に矢印があるって感じかな。よし。あ、そっか。パッポン、パッポンって並んのやね。ちょっと一瞬音が鳴るのを待ちよった。どの辺だ？あ、あそこ。あれ？ここは、ちょっと待って。ちょっと待って。駐車場。これ駐車場入っ、あ、ここか。ここから降りて。だーし。こんな時間でも結構人おるもんなんやね。夜の海は綺麗やけん。この人や。お兄さん、魔人の部屋って聞いたことない？魔人の部屋？なんだそりゃ。釣りをしてる人の間で噂になってるって聞いたんだ。あー、そういや、そんな感じのこと誰かが話してたな。ほんと？なんだったかな。そのなんとかって部屋に入っちまったやつがいてな。入ったん？うんうん。慌てて外に出たら転んじまって泥だらけになっちまったんだとか。俺は寝ぼけてたんだろうと笑い飛ばしちまったから、それ以上のことは聞いてねえな。坊主たちが聞きたかったのはこの噂のことか。ありがとな。ダイモン教授と魔人の部屋、手がかり、泥だらけになった男を掴んだ。え？それにしても泥だらけになるなんてその人ついてねえな。確かに。え、でもそれが手がかりってどういうこと？別に未だに泥だらけでおるわけじゃないよね。ケイタ君は転ばないように気をつけてくださいね。泥だらけで帰ったりしたらお母様に叱られちゃいますよ。うん、うん。ねえ、ちっちゃい子の親とかはそういうのが大変そうよね、なんか。せっかく綺麗にしても綺麗にしても、ちっちゃい子って、ドロッドロで帰ってくるんやろうな。なんかよくあるよね。洗剤の CM とかで。ムール貝を手に入れた。あれ、これは一体どこから？向こうから戻るしかないってことか。へえ、遠回り。めんどくさがっちゃいかんってことやね。なるほど。よし、次はこっちの人やね。ん？どこだ？こっからか。
なんか釣れるんかな。やっぱ静かなこの時間帯の方が釣れるってことか。こっち渡っちゃいかんね。おーい。あ、いたいた。おや、何か用かい？君たちも釣りをしたいとか？結構みんなおじさんじゃなくてお兄さんなんだな。俺たち魔人の部屋について調べてるとこなんだ。あんた何か知らねえか？ああ、それなら僕も噂を聞いたことあるよ。その噂を教えて。なんでも夜中に歩いているとリズミカルな音楽が聞こえてきて、近づくと不思議な入り口が足元から光を放しながら現れるんだって。足元から？え、それは縫って現れるってこと？これは新情報ですね。ダイモン教授と魔人の部屋。手がかり、部屋の入り口の光を掴んだ。その入り口に入ってしまうと出られなくなるかもって聞いたから、もし見つけても入らないようにね。ありがとう。うん、教えてくれてありがとう。結構手がかりが見つかったね。これくらい集まったら何かわかるかもしれませんね。ここ結構流れ早いけど、なんか釣れるんだろうか。ではダイモン教授のところに戻りましょう。なんなの、ダイモン教授はあの場所に立っているだけで何も調べないの？動けよ。動けよ。やっぱあれか、教授だから何もしなくてもそういう情報を集めてくれる助手とかがいてさ、それを元に研究をするだけなのか。よろしくないよ。教授自ら動こうよ。どこだ、こっちか。教授。あ、いたいた。白衣目立つね。ダイモン教授、手がかりを見つけてきたよ。やるじゃない。どんな手がかりが集まったの？こんな感じです。なるほどね。じゃあ一つずつ整理していきましょう。まず、ノースピスタ地区の釣り人が噂の中心だったことについて。このことから現場についてある程度考えることができそうね。釣りをしてる人ってことは、川沿いってことかな。そうでですね。でも最初の人海におったことない。あと、聞いた話では転んだら泥だらけになったって言ってたから、地面が土ってことだよな。川沿いで地面が舗装されていない場所。さらに絞り込めたわね。あと、入り口が足元から光を放しながら現れたって話もあったでウィス。けど足元からってどういうことでしょうね。足元から下から上に上がる扉。エレベーターか。なになになに、もしかしてシャッターのことじゃない？ねえ、なんか動きよるって。なるほどね。いや、なんか歩いてたよ、今普通に。私も今そう思おうと思ってたの。あんた今思いっきりなるほどって言ってただろ。じゃあ情報をまとめましょう。つまり魔人の部屋は川の近くで地面が舗装されていない場所にある。シャッターのある建物ってことね。何か心当たりはないかしら。いやいや、そんな都合のいい建物、そう簡単にはありゃしませんって。あるぞ。マジか。本当？お、確かノースピスタ地区の西側に倉庫があったはずだ。あそこなら土の地面だったはずだぜ。ならそこに行ってみましょう。ゴーゴーゴー。さっきのカッパは、さっきのカッパは何も関係ないの？どういうことだよ。めっちゃ気になるやないかい。なに、普通に敵が歩いたってこと？違うよね。確実にストーリーに関係しますよね。関係しないの？怖。移動しまくるのなんか怖くね。ね、恐ろしいほど人おらんよ。あ、でも一応会社の前とか、なんか部分部分にはおるんかな。ほら、しかもこんな山奥に入っていくんよ。怖すぎやん。なんか確実に、何かが現れそうな。お。もう来てる、早っ。こっちよ、ケータくん。早く早く。ダイモン教授ってば、行動が早いでウィスね。こんな時だけ。俺たちも早く行こう。早く行こうっていうほど距離空いてないよ。今話してたじゃないか。シャッターは開かないみたい。何？これダイモン教授との会話じゃないよね。
確かに全ての手がかりが示す場所はここで合っているよね。ワクワクするな。ここが魔人の部屋なのかな。やっぱりやめときません。奥に進んだら出てこられないとか怖い噂もありましたし。安心して、私の考えが正しければここには特別なゲートが隠されているはず。でも見た感じ普通の倉庫だよね。この後どうするんだ。こんなこともあろうかとちゃんと秘策を用意してあるの。強い光が出るから目を落としていてね。なになに、わかった。太陽剣いけ、気まぐれミヤブール。それ何それ、何それ、なんか最後間抜けな音したけど。ふう、もういいわよ。何これ、なんだこれ。ビンゴ、思った通りね。さあ中に入りましょう。本当に入るんでウィスか。魔人の部屋でウィスよ。いいからいいから、ゴーゴーゴー、入ってみよう。みんななんかすごい楽観的。怪しい倉庫の中に入ってみよう。おお。軽ーく、なにこれ、綺麗なんだけど。ここが魔人の部屋。この部屋は外とは違う、異次元空間みたいね。キラキラしててなんかワクワクするな。確かに私もワクワクしてる。こんな場所があるなんて知らなかったぜ。すげえな、ケータ。誰？オーケー。オーディエンスのみんな、ウェルカムだぜ。あげてけあげてけ。脱水圧はノーセンキュー。あ、これはもしや。ブリー隊長じゃね？ワクワク行こうぜ。ここは気まぐれパーティールーム。パーリーだね。発音よく。今のもしかして魔人の声？なんか思ってたのと違うんだけど。ウィス、すごくテンションの高い声が響き渡ってましたね。すごい、すごいわ。やっぱり私は間違ってなかったのね。やったな、さすがケータだぜ。照れとる。ケータくん、これからはこの部屋を徹底的に調査していくから。もしかして、今後とも協力よろしく。出れるんか、こっから。おう、え、これで解決っすか。何、何が解決したの、どの部分が解決したの。大門教授と魔人の部屋バッチリ解決。私には解決の基準がわからんのだが。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。